ゆるるるるるるる。お腹減った。もう3時です。というわけで今からご飯作ります。オムライス作ります。久々の自炊やな。これはいつの玉ねぎやっけ。でも玉ねぎって長生きだよね。ベーコン、トマト、コンソメ、人参、パパ。まあこんなもんですね。早く寝ても寝ても眠たい。よし、やります。バキュン。で、このプロテイン、ドンキーコングかよってぐらい大きいでしょ。今日はひよこのオムライスできるかな。できひんと思うから期待はせんといてほしいけど、でも期待してほしい。みんな私の料理動画が見たいっていう風にリクエストしてくれてめっちゃ嬉しくて。これ大丈夫かな、大丈夫かな、カビではなさそう。そう、見たいって言ってくれて嬉しいなと思ってな。何より嬉しいのがハラハラドキドキする料理動画が見たいですって言ってくれんねんやんか。もううちさ、毎回さ料理ってさ失敗するからさ。いい加減に学べよ、何回材料入れ忘れんねん。でめっちゃイライラするんやろなって思ってプレッシャーあってんけど、そういう風に言ってくれるんやったらまあ失敗してもまあいっかって思えるかな。嬉しい。ツヤツヤの玉ねぎ、名前の癖が強い。恋する豚研究所。玉ねぎをみじん切りしますよね。あ、間違えた。あ、じゃあここ取らなきゃよかった。くそー。怒らないで、優しくアドバイスしてください。バキュン。玉ねぎ切っても全然涙出ない。大人になったのかも。大人はよ、ちょっとやさっとじゃ涙は出ないんだぜ。覚えてな。さすがにちょっと玉ねぎ多すぎたかもしれない。次は人参です。うわ、嘘でしょ。うわ、これはちょっと想定外だった。ひよこさんのくちばしをこの先っぽで作ろうと思ったのに全部先っぽ切ってくださってる。うまいか。まあいいかってこともないんですけど。人参はこのぐらいでいきます。玉ねぎに比べて人参少なすぎるかな。小豚ちゃんを切ります。じゃあご飯の様子を伺いましょう。バキュン。現地の白米さん。はい、現地の白米です。非常にいい出来上がりでございます。このご飯の中に茶色いつぶつぶが入っているのはゴミではありません。これは玄米という米の仲間です。あちぃ。卵、なんかなんかガングロ卵ちゃんなんだけど。そんなことない。大きなフライパンで煮ましょう。タチ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 。油を拭きます。バター拭くかね。バターで、バターがない。バターがないの。ない、どこにもない。バターがない。どこなの。こんなところにあったりして。ない、ない、ない。バターがない。うわ、なんか出てきた。きったの。どこにもない。どこ、どこ。本当にないんですけど。オムライスにバターはやっぱり鉄板ですよね。悲しい。でも今回はビジュアルメインなので。バキュン。めちゃくちゃお腹減った。ヘルプミー。じゃあ豚です。いい匂いです。全部入れちゃおうかな、うち。冷凍すればいいもんな。うわ、バター欲しいよ。奇跡的に出てきたよ、変化。あったー。嘘でしょ。あったじゃん。主役入りました。あー、全然違うな、匂いが。塩コショウのマキシマム入れていきます。コンソメ入れます。美味しそう。ラッチャーラッチャー。お子様グレモダウダウ。ペットグレモダウダウ。お好きな石鹸ダウダウ。で、ここで登場ケチャップ。おー、いい感じ。味見します。うん、うまー。おいしい。めぱめぱおいしい。バキュン。か
キーココ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 キーココ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 キー。アレクサ、ニワトリのモノマネして。コッキコッコー。すごい、何でもできるじゃん、アレクサって。卵割ります。あれ、ちょっと待って、この卵の殻めちゃくちゃ硬いんやけど、新鮮だからかな。めっちゃ硬い。あ、そんなことない。キュン。私は卵溶け少女よ、誰も傷つけることはない、どんな時も悩める時も溶け続けるわ、私が私である限り。じゃあ入れます。ふわふわとろとろっていう感じではなくて、しっかり固く焼いていきます。今回使うのはこのお皿。めっちゃ可愛くない？家の近所の雑貨屋さんで買った。サランラップを敷いて、この卵をペロンと、ご飯をこうして、できるかな。ご飯を包みます。ほんでこう、できてくれ、お願いだから。こんな感じで、で卵をもう一個割ります。バキュン。また殻入っちゃったな。基本中の基本なんですけど、卵とか。嫁に行けねって 言おうと思ったけど、今はそういう時代じゃないので、行きます。もう分かったかな、私がやりたいこと。さっきよりも少ない量のご飯を入れます。それでやな、これを包むわけですね。こんな風に包むんですよ。こんな風にして、こう丸くします。バキュン。完成しました。実は最後の仕上げは動画回すの忘れてて、まあまあいっかと思って最後までやっちゃったので、ここに完成品がございます。私史上最高で最悪のお料理になりました。ちょっと見てもらったらわかると思うので、こちらです。どうぞ。食用の花びらとデミグラスの池に泳ぐのはこちらの小村ひよこちゃんです。かわいいです。想像と違います、正直言って。なんかすごい顔がメカメカしい、ロボットみたいな顔になっちゃったんやけど、何はともあれ味が大事なので、いただきます。バキュン。あ、落ちちゃった、しばし落ちちゃった。ではいただきます。ごめんね。うん、めっちゃ美味しい。いい卵だったのかも。卵美味しい。これ食べる君が好き。やっぱー。何はともあれ大成功っていうことで、グッドボタンいただけたら嬉しいです。そしてコメントもよろしくお願いします。じゃあ次の動画も見てねー。バキュー。